今月16日、神奈川県相模原市のキャンプ場で起きた倒木による事故高さおよそ18メートル、太さ70センチほどの木が根元から折れて夫婦がいたテントを直撃し、29歳の女性が死亡しました木が倒れた原因は根腐れとみられています こちらのキャンプ場にはさまざまな木が植えられているんですが、ご覧のように職員の方々が毎日木の状態をチェックしているということです。小林市のひなりオートキャンプ場、敷地には桜やけやきなど、およそ200本の樹木が植えられていて、キャンプ場では神奈川県での事故を受けて、緊急点検を行ったということです。もう緊急点検を行って、 サイドも安全管理ですね。はい、を行いました。はい、特にこう場内の木。を見て。その枯れた枝がないかとか。根腐れしてないか。を確認して。キャンプ場では、スタッフが毎日木の状態を確かめ。倒木の危険性があると判断した木については、すぐに伐採するなどしています。これは中がちょっと。 腐ってきてきるので今経過観察なんですけど、こういうふうに切る可能性がある木については、もう印をつけて、はい、危険度が高ければ、もう枝打ちとか、えー、伐採して、まだ大丈夫そうであれば、経過観察キャンプ場では、今後も安全管理の徹底に努めたいとしています。日常的に 点検してるんですけど、もし可能であれば、木に近づきすぎず、テントを立てたりとか、もう施設側はもちろん管理はもちろんなんですけども、利用者側も可能であればですね、そういった対策を取っていただければ。リスクを少しでも減らすためには、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。 樹木医の宮田義則さんに倒木の恐れがある木を見分けるポイントについて聞きましたまずは全体を見ることですね全体を見て枝葉がちゃんとついているか、えー、あとは色ですねこの木を見たときにすごく葉の色が濃くて元気なのがわかるんですけど弱ってくると黄色っぽくなったりとか薄い色になったりします 宮田さんによりますと、空が透けて見えるほど葉が落ちてしまっている木は弱っている可能性があります。また、木の根元を確認するのもポイントです。根元を見たときに、えっとキノコが生えていると、えっと根元が腐っている可能性があるので、えっとそれも見ていただくと分かるのかなと。ただ、あの。 必ずキノコが生えているわけではないし、と中の腐朽っていうのはあの外からでは全く見えない場合があります。なので、えっと、注意が必要ですね。このほか<の>見た目でわかじりづらい時には、こうやって両手で力強く押してもらって根元が動かなければ大丈夫です。えっと見る場所は上もそうなんですけど根元を見て、まあ地面とえっと根っこがこうグラグラと。 安全にキャンプを楽しむために。もしも弱っている